おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は秋植え球根アイフェイオンの鉢栽培を行ってみたいと思います。アイフェイオンは原産はアルゼンチンになります。こぼれ種でも増える丈夫な植物のようです。耐寒性が強く作りやすいユリ科の秋植え球根になります。草丈が5センチから10センチ、かなり小さいので、今回は平らな鉢を用意して定植してみたいと思います。今回も実際に鉢に定植しながら4つのコツについてお話しさせていただきます。1つ目のコツ、植え方です。9月から11月が適期になります。遅くなりますと球根が乾き花が小さくなってしまいます。日が当たらないと花が開かないので、植える場所は必ず日当たりのいいところに植えてください。地植えの場合は5センチ間隔、球根の頭が隠れる程度の深さに定植してください。鉢植えの場合も同じで、球根の頭が隠れる程度の深さに植えてください。2つ目のコツ、花後の管理になります。丈夫で手間いらずで、鉢植えの場合土を乾かすと根が弱り花立ちが少なくなります。アイフェイオンは日光が不足すると花色が淡くなります。そして葉も大きくだらしなくなってしまいますので、よく日光に当てるようにしてください。3つ目のコツ、肥料です。根が丈夫ですので、土に湿り気があれば1年中活動しています。地植えの場合、定期的に化成肥料を根元に与えるようにしてください。鉢植えの場合は化成肥料を置き石として置くようにしてください。追肥は3ヶ月に1度ぐらいが目安となります。4つ目のコツ、花後の管理になります。アイフェイオンは花期が長く、ほとんど手間がいりません。1ヶ月以上咲き続けますので、長く楽しめると思います。地温が高くなると地上部は休眠期に入り、大体の葉が枯れてしまいます。地植えの場合、放任栽培で植えっぱなしにしても大丈夫ですけれども、4、5年に一度植え替えるようにしてください。鉢植えの場合は2年に一度ぐらい植え替えるようにしていただきますと、花を楽しめると思います。それでは今回用意するものについてお話したいと思います。先ほどもお話したように、縁の広い平らな鉢を用意しました。鉢底はハンダゴテで穴を開けて、さらに排水性を良くしてあります。そして培養土です。元肥入りの培養土を今回も使っていきます。そして緩効性肥料としてマグアンプを培養土の中に混ぜていきたいと思います。そして今回もこちらの名札ですね、何が植わっているのか分かるように名札を書いて鉢に刺していきたいと思います。それでは定植していきたいと思います。袋から出していきたいと思います。アイフェイオンですね。かなり球根が小さいです。そしてもう一つ、今回は2袋ですね、20球球根を植えることとします。はい、仮置きです。すごく球根がちっちゃいですので、これを直接地面に植えてしまいますと、球根を掘り返す時に全くわからなくなってしまうと思います。ある程度花が終わって葉が展開して葉っぱが枯れるまで時期を待つ場合、この鉢のまま地面に半分ぐらいですね、植えていただいて、葉っぱが枯れるのを待つようにしていただければ、次に球根を掘り返す時にはこの鉢をふるいにかければ球根が出てくると思いますので、その方法を取っていきたいと思います。土をかける深さなんですけども、ちょっと少し変わってまして、球根の頭が少し隠れるぐらいあっさりですね、土をかけていきます。はい、土をかけていきます。すでにちょっと芽が出てますので、芽の先を折らないように注意していきたいと思います。ここだけ、はい、お豆腐屋さんが来ました。定期的にお豆腐屋さんが来てくれます。はい、これで土のかけは終わりです。それでは灌水していきたいと思います。
はい、1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたらあげるようにしてください。以上でアイヒウェイオン鉢への定植が完成いたしました。今回も4つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、植え付け方です。9月から11月が適期になります。あまり遅くなってしまいますと球根が乾き花が小さくなってしまいます。そして日が当たらないと花が開かないので、植える場所は必ず日当たりのいいところに植えるようにしてください。地植えの場合5センチ間隔、そして深さは球根の頭が隠れる程度にしてください。鉢植えの場合も同じで球根の頭が隠れる程度の深さに植えるようにしてください。2つ目のコツ、発芽後の管理です。丈夫で手間いらず、鉢植えの場合は土を乾かさないように注意してください。乾きますと根が弱り花立ちが少なくなってしまいます。アイフェイオンは日光が不足すると花色が淡くなります。そして葉も大きくだらしなく垂れてしまいますのでご注意ください。3つ目のコツ、肥料です。根が丈夫で土に湿り気があれば1年中活動しています。植えの場合定期的に化成肥料を株元に置くようにしてください。鉢植えの場合もやはり化成肥料を根元に置いてくださればよろしいかと思います。追肥は3ヶ月に1回ぐらいで与えてください。4つ目のコツ、花後の管理になります。アイフェイオンは花期が長くほとんど手間いらずです。1ヶ月以上花が楽しめると思います。地温が高くなると地上部は休眠期に入ります。地植えの場合放任栽培で育てることができます。4、5年に1度植え替えるようにしてください。鉢植えの場合でも2年に1度ぐらい植え替えてくだされば花を楽しめると思います。このように一度植えてしまえばとても簡単に栽培できます。草丈も5センチから10センチと可愛い秋植え球根になると思います。この動画をご覧の皆さん、まだ間に合いますのでアイフェイオン球根が手に入るようでしたら鉢栽培に挑戦してみたらいかがでしょうか。チャンネル登録そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。